服を着替えたら遅れました。おはよう。シャツ、ここは、そうですね。シャツ。おはようございます。今日の朝の目覚めはどうでしょうか。ポニョの動画みたい。ポニョの動画。ああ、はい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 。あの、昨日おきちゃんと山下と同じお仕事だったんですよ。めっちゃ楽しかったですよ。同じ一緒にお仕事してるんですけど、あっという間で、今日眠気が来てます、来てます。何の撮影か待っててください。マリックさん、マジック。今日頑張れば明日は徳島公演。わあ、緊張する、やばい。え、緊張するな。あ、セラーメありますよね。いやー。あ、いやー。セラーメ。結構したけど、はいよ。
今日は放心してますね、私。カープは昨日負けました。先制されて追いついて抜かしてまたってやってたんですけど、結果負けましたね。何がダメなんだろう。選手一人一人のね、こう成績とかやったことを見たらね、すごいおーってなるんですよ。小園選手も一軍で上がってきて打ったし、中田蓮選手も新しいピッチャー、藤田レイラ選手も、藤田レイラ選手も一人一人のね、成績を見るとね、なんかね、おーってなるんですよ。もう抑えたし、その二人も0点で、コルニエルも1失点、藤井レイラ選手、そう、なんか今日の顔ね、私の、毎日顔ってなんか若干違うと思うんだけどさ、なんか今日の顔なんか、急に話変わるんだけど、独り言で語るくらいならのジャケ写の日に似てる。なんて言うんだろう、なんだろう、具体的すぎて逆に分からん。そう、なんかあるんですよ、めっちゃ。なんかでもその日の顔に似てる。歌が重い。調子いいんですかね。アーシャの日調子良かったのかな。いや、アーシャの日は前髪がダメだった。アーシャじゃないわ。独り言で語るくらいならのジャケット写真。
1時半ぐらい、大体そうなんですよ。だからあんまり、久しぶりに拳スピリッツっていうダンスをしたんですよ。拳スピリッツっていうダンスパートの動画を一人でずっと撮影してたんですけど、何言ってないけど披露するとかじゃないんですよ。前踊った時より踊り方変わったなと思いました。踊り方って変わるんだなと思いました。今日、あ、昨日とか急に口を凍ってで開けるんですよ、私こうやって口を急にってやってたら乾燥してて、空気が切れたんですよ、口が痛いけどやる、思い切ってできない。遊びとかじゃなくて、そう、遊びとかじゃなくて顎の体操 急にピキって、痛かった。345日、あ、いや、これから虫が入るから、いや、ずっと開けとらんわー。それは
自転車で口を開けたら私が口の中に虫が入ったって昔した話。あくびの時は逆に口閉じるんだな逆にここ虫は美味しくなかったですね。ショールームの加工機能、何それ。ショールームの加工機構、加工機能、白黒？うわ、え？あ、え？すげえ、最近の、え？ちょっと待って、なんかやりたい、なんかやりたい。これ全部最大にしてみよう。はい、これは何が変わったでしょう。を全部マックスにしてみた。これ全部加工枠。これ変顔しても分からんくない？ST ホテルのカイコカワです。でも変顔してもマジで分からんですね。やだやだやだ。これオリジナル？あ、聞き。いや、すげー。すごい進化ですね。これはなんか
生命の進あの進化じゃないわ。これはノーマルか。技術が。目の大きさ戻してないんじゃない？大きいよ。優しい褒め言葉ですか？じゃあ私はこんな感じで。でも面白いな。輪郭もシュッとしてる。いや戻し、褒め言葉ですね。あそこまでなると怖いですよね。あそこまでならんと。なんかこれ若干ついてる気がする。なんかこんな細くない。あ、ついてる。今もね、全部直しました。すごい最近の。うん、なんか変わったらしいよ。いつかなんかそこに耳が生えたりするんだろうなと思いますよ。なんか耳が生えたり、ここにひげがついたり、ハートがついたり、なんかインスタのやつみたいな、ポニョが飛んだり。髪の色とか目の色とか変えれそう。昨日の藪下のインスタに載れたんですよ。マヒナの写真、ココアがすごい茶色だった。茶髪だった。あ、でも私髪の毛は茶色いって言われること多いですよね。
ことはそろそろ配信お別れの時間ですね。時期がちょっとちゃう。そうなんですよ。久々にモーニングココアをいただきました。おお、モーニングココア素敵。グッドモーニング皆さん、明日の朝配信は早い。あ、そうそうそう、明日の朝配信は鬼早です。5時からしたいと思います。ぜひ起きてる方は見てください。無理はしないでくださいね。金土曜日だし、金曜日、今日金曜日で1週間頑張ったし、皆さん起きれたら、いや全然無理しないでくださいね。ではランキングを見たいと思います。13位、すえんさん。12位、メガネおばちゃんさん。11位、むらさん。10位、ジョクスナさん。9位、なるさん。8位、ガレオンさん。7位、好きだばっかこまめさん。6位、こげぱんさん。5位、のっしーさん。4位、きぶぴーHさん。3位、くろみつきなこさん。2位、グリーンさん。1位はだんご部長さんです。ありがとうございます。皆さん、朝から配信を見ていただきありがとうございました。今日も一日頑張ってください。頑張りましょう、一緒に全力応援。カープも頑張ってほしいですね。本当にもうこれがカープジュニア、カープキッズ、カープファン、カープ女子の切実な願いですね。カープ勝ってっていう応援頑張りましょう。私たちの応援が足りてないのかも。気持ちで勝ちましょう。ではランキングを読んだので、この辺で放送終了します。放送終了まで3、2、1、バイバイ。ありがとうございました。